こんにちは、えー。こんにちは。<laughs> あの、なんかあの、今月は国際政治ばっかりになってしまって、申し訳ないんですけど、明日から岸田さんが超アジアへ訪問すると。<laughs> はい。まあ、この放送日がいく、いつになるかちょっとまだわからないですけど、えー、8月の9日からですね。 8月じゃないか。9月。9月。え ?8 月ですよ。8月。8月。から、えー、岸田首相が、えー、カザフスタンと、えー、ウズベキスタンの中央アジアの2カ国と、モンゴル国を訪問するということが発表されました。はい、あの、上海機構ってなるでしょはい。上海機構先生、ちょっと簡単に説明してください。いあの、一番最初は、あの、 旧ソビエトから独立したスタンのつく国々と、それから中国とロシアで、経済を中心の会を作ったんですよ。それが上海協力機構というの。で、もう一つはブリック s がある。b で、ブリックスは、あの、まあ、新しく登場している、あの、まあ、インドとか、はい、ロシアとかそういう国々。で、中国が今必死になって、あの、上海機構と、 それから、あの、ブリックスを拡大しようとしてる。うん、で、ですから、今回、あの、先月の、あの、ブリックスの首脳会議、あブリックスや上海の首脳会議に、インドを欠席したの。インドを欠席して、逆にインドはロシアに来ました。はい。ニュースで、ね。で、それはなぜかというと、ししね今ね、うん、あの、これは多分、 ロシアと中国の間でも、少し今微妙なね、やっぱりこうずれが出てきた。で、それな、なぜかというと、中国は今、あの、上海機構をかつてのワルシャワ条約みたいにしようとしてるんです。ワルシャワ条約 NATO, ?NATO に対抗するための、はい、あの、かつてロシアのグループがワルシャワ条約があったけど、今中国がこの上海機構、 経済だけじゃなくてて安全保障も含めたようなうグループを作って対抗るほどで。ところが、やっぱりそのロシアからすると、あの、スタンのつく国々は、もともとソビエト、自分たちの、まあ、古文である。で、それを今、中国が親分になろうとしてる。なるほどで、これに対して、あの、ちょっとロシアも、あの、本当は面白くない。うんうん、で、そこで少しずれが出てきてる。 まあ、いずれにしても中国を中心に、今、中央アジアの国々、あの、スタンのつく国々と、それからモンゴル。で、これらの国々を今、アメリカも、日本も、中国も、まあ、一生懸命ですね、自分の方に引っ張ろうとして頑張っている。なるほど。で、その中で特にモンゴルなんかにおいては、あの、ロシアと中国、 二大国国ににに挟まれれれててているるとうかさモンゴルにとってみれば第三の隣国日本。つまりこの二つの国、どっちかとバランス取りながらやらなければ内陸の国はや,やっていけない。でも、その両方に対してもやっぱり牽制するためには、もう一つの第三の隣国、あの、距離的にはちょっと遠いけど、しかし、 いろいろな面で近い国として。それで、あの、わざと、あの日本、日本国の、あの、総理大臣は、モンゴルの大統領と、今までもう、話を集めてるんです。先週ちょっと僕、こう、欠席しましたけど、あの、まあちょっとするかも内緒の話は先生、ここで話,話,話さないでください。はい。で、要するにですね、あの、安全保障。 安全っていう言葉を使って、うん、安全面でも協力し合うという仲間を作るんです。岸田さんは一生懸命そこを言ってるんです。だから僕は岸田さんが偉いなと思ってます。<ー>で、岸田さんはやっぱりそのあまあ、安倍さんの時から日本は初めてあのモンゴルにもですね武漢を置きました。 あ、あ,あの、要するに軍のね、自衛官も向こうに置いて、そう、部下側、あの、あそこで中国とかロシアのいろんな情報を集めやすいから、だから日本はその関心を示してるんですね。ですから結果的に、あの、いろんな今大国は、南シナ海の小さい国々から始まって、あの、中央アジアの国々を今一生懸命ですね、自分の方に自分の方にということで取り合ってるということですね。 だから結局その民主国、民主社会においては数が力ですよ。なるほど。それで国連においてみんな一議席、あの、一票持ってる。大国でも小国でも関係なく一票持ってる。一、うん、票持ってる。うん、それから安全保障もみんな繋がってる。うん、だからあの、岸田さんがですね、こんなに忙しいのに、あの、モンゴルに行くということもね、うん、あの、そのことが非常に重要だし、ですから私たちは、 あの、ニュースを聞くときに、その、ニュースの現象じゃなくて、それまで何起きてるか、どういう段階を踏んできてるかとかね、そういうことを、やっぱり考えることが大事だと思うんですよ。なかなかでも、多分、一般の日本国民は岸、岸田さんがここへ来ました。また外国行って、いい顔して、とか、ぐらいに思ってないんじゃないかと思うんす、はい、それで、あの、中国が、ウクライナの戦争を、うん、はい を終わらせるための、まあ、案を作りました。で、もちろんそれは成功しなかったで、多分私が思うには、実際も、私前あの言ったけど、今新聞出ちゃってるから、私が思うってことよりも、あの、モディさんが、ロシア行ったでしょはい。あれは中国に、ウクライナーの、あれやらせない。うん,うん。インドも もしかしたら、新聞にも出てるけど、インドが、この、ウクライナ戦争の終わるための大きな役割を果たす。うん、それは、ロシアとも話しできる。実際、あの、モディさんがロシアに行って何言ったと思う面と向かってね、批判したのは彼だけですよ、プーチンに対して。え、なんて言ったんですか世界の指導た私は、ああいう子供とか,か、非戦闘人が殺されるのを見て、非常に悲しい。戦争というものは良くないってことをちゃんと言ってるんですよ。<laughs> はあ。それで今度、多分今月中に、ウクライナに行くんですよ。へえ<ー>。でも、ウクライナ、あの、ムリスさんがウクライナ、ああ、ロシア行った時に、ゼレンスキーは何言ったと思う私はがっかりしたと言ってね。あ<ー>あ。の、ツイッターで言ってたんですけど。分かってないですね、その前、いや、その前に、あの、クレマトゼレンスキーさんは、私は、あの、 インドのモディ首相に中介中海とこの戦争を終わらせるためにお願いしたけどって言って、うん、で、それあんまりいい返事もらわなかったんです。で、いい返事もらわなかったんですけど、これは多分ね、インドからすると、最初、戦争してすぐその後、プーチンにも今は戦争する時代じゃないと言って、うん、戦争を続けて、あの、停戦を提案したんです。 でもその時はゼレンスキーさんはどこか対抗、アメリカとかみんな対抗をた,たってあるすぐ踊っちゃったの。うん、踊って、なかなかその停戦に応じなかったの。あ<ー>で、今度ね、あの、インドとしては国連、国連あたりからこう、中心になってやれば、もちろんインドも、あの、この戦争に終わるためにはなんかしなければならないということが一つ。うん、もう一つはアメリカにとっても、 もうあそこで戦争していられない。うんあの、アジアがもっと深刻になってきてる。うんだからそろそろウクライナの戦争は終わらなければならないんです。うんうんですから今はですね、あの、中央アジアの国々とか、小さなその、1500人ぐらいしかない、20平方キロメートルの国でもですね、取り合って国連を中心として、 あるいはその世界の中においてこのバランスをお互いにですね、うもうひあのひ、引っ張り抱っこしてるんですよ。ちょうどやっぱり各国の思惑で停戦したいっていうのは大体みんな思っているから、どういうふうに停戦させるかってことです、ね。だけどそういうその、レジナルパワーっていうか、あの、レジナルパワーというのは地域の大国。で、そういうことができるのは、まあ、あの、アメリカとか、 あの、ソベットはグローバルパワーですよ、前は。で、中国がグローバルパワーになろうとしてる。うん、だけど、レジナルのパワーとしては、やっぱり日本、あるいはインド、あの小さい国々はそこまでできないんですよ。うん、だから、日本もですね、今、ある意味で、あの、地域のリーダー、アジアのリーダーになろうとして、僕はね、あの、本当に岸田さんは頑張ってると思う。そういう、まあ、いろんなパワーバランスと、 あの思惑の中で、今回、8月9日から、そのやっぱ、カザフと、ウズベキスタンとモンゴル行くっていうのはかなり有意義そうそうそうこれ非常に意味のあることだし、で、また日本がですね、うん、この中央アジアにまで関心を持ってるってことは、日本もですね、うん、地域のリーダーとしての、やっぱり存在感を世界にアップリすることにもあの価値があるし、 もう一つはさ他の国々から見ても日本もですね今世界の役者になろうとしてるとそして世界の出来事に対して責任ある行動を取ろうとしているということになると僕は思うしうえそれが多分日本にとって非常に大事なことだと思いますね。ですのであの非常に国際情勢も動いてるけど実は日本政府もあの岸田首相も 様々動いて頑張っているという。頑張ってるかも。それから、時間の、大丈夫はい。もうそろそろでございます。か。あの、本当はね、今ビルまでちょっと面白いことをてるけど、ミャンマーにしよう。ミャンマーにしよう。ミャンマーも非常にね、あの、内戦状態が続いてましたからね。これももっと今度詳しく聞きたいです。今度本当はね、日本が大きな役割を果たせますよ。ミャンマーに。まあ、それはまたいずれ考えましょう。 はい。では次回でで、ね、とにかくあの、はい。いろいろ動いているものの、その点点点をどうやって線で引くかということをよく新聞を読んだりすれば、動くから。あの、映画作るときも一個ずつ、こう、なんていうの、カットカットが流せるんでしょそれで動くでしょそれ同じように、それぞれの出来事一つ一つを線で引かねかいいけない。そうすると実は繋がってるっていそれで繋がって動いてくる 先生は私、あの、国際政治について、なかなか、もちろんニュースとかでもですけど、今、インターネットの時代でもなかなかこう解説を見ることって本当にないので、私はもう先生に毎度解説してもらいたいと思います。いやいや、あの、はい、そんなに解説、ちょっと言われるじゃないんですけど、<laughs> ただやっぱりね、あの13、13歳からこういうことに関心を持たずらえなくなったから、うまあ、そういうことで、 今,日あの今月は国際政治ばっかり話したけど、はい、じゃあ岸田首相があのどうなったかもこの後多分報道されるといいですけど皆さん関心を持って引き続き見ていただければと思います。どううもありがとうございました